はい、吉田隆の教え方チャンネルです今日は小さな成功体験と算数指導についてお話をします。実はこの内容はですね、9月17日に行います、教科書を活用した算数指導計算編の中で話す予定をしているものです。算数指導については先生方にたくさん知っていただきたいと思うことがあります。それで今回のセミナーは2つの特典もつけました。今日はそれについてお話をしたいと思います。 はい、えー、4年生で取り組む割り算の筆算は、これを機に算数が苦手な子、まあ、算数についていけない子が増えてくると言われるぐらい、えー、ね、子供たちにとってハードルが高いね、内容なんですけども、えー、今日はですね、えー、割り算の筆算に全く取り組もうとしなかった A 君の変化ということで、A 君っていう架空の人物をね、えー、据えて話を進めていきたいと思います。えー、この A 君ね、 まず、九が不安定なんですよね。まあ、大概、このね、割り算の一算でつまずく子っていうのは、4年生のこの時点でも茎が不安定なんですよね。そしてもう一つ、えー、これも A 君だけじゃなくてね、共通する点があるんですけども、先生方、お分かりでしょうか。はい、それはですね、えー、算数の問題を解けなかったという失敗体験をたくさん積み重ねているんですね。まあ、こういう子はやりたくないってすぐ言うんですけどもね、失敗したくないって。 っていうのは、ね、本音なんですよねさあこういった子たちにどう指導していくかということなんですけども、私は一番の解決方法は、成功体験を積み重ねていくことだと思っています、えー。もちろん、このハードルの高い、えーね、割り算の筆算です。れそれなりの準備がいります。まず、アルゴリズムの表の提示ですね。えー、割り算の筆算というのは、立てる、かける、引く、下ろすと。 この4つのアルゴリズムを繰り返しながら計算をしていくんですけども、このアルゴリズムがなかなか入らないんですよね。ですから見えるようにしておく。そして、九九区区が不安定ですから、これも間違いさせないために区区表の準備をしていく。えー、そして、最も重要なのが、失敗させないための教師の適切なサポートですよね、えー。この方法について今から具体的にお話をしていこうと思います。はい、えー、それでは 51÷3。3 この筆算を例にお話をしようと思います。これは全体指導じゃなくて、つまずいている子を個別指導するというふうに考えてください。まず、アルゴリズムの表、そして、区表を準備しておきます。ノートに 51÷3 というふうに書かせて、51÷3 をやるよと。この時にはね、まずね、51の5。ここでね、子供に指で1を隠させます。 5の中に3が何回あるのかを考えますと。この5の中に3が何回あるのってのは私も子供の頃からずっと言われてるんですけども、このここでつまずく子ってそれ意味が理解できないんですよね。えー、ですからね、私はよくこう言います。えーね、5の中に3が何回あるのかを区区を順に唱えていくとわかるよ。3、1が3あるね。3、2が6。6だとないね。だから1だよね。と。こう言って、 ここに鉛筆で丸を書いてあげて、ここに1って書くんだよと。こう教えます。もちろん、一斉指導するまでにしてるんですよ。しててもなかなかわからないんですよね。でこれをみんなね、あの立てるっていうふうに読んでるよと。これ立てるね。はい、立ちました。じゃあ次何するのと言ってアルゴリズムを見るように促します。で、書けると。じゃあ何と何書けるのこれも分かってるないことが多いですよね。3と1を書けるんだよ。 3,1がというと、まあ、書く、書く覚うういでもね、1の段ぐらいは分かりますからね。3と。で、これをここに書くんだよって、やはり指さしてあげないとできません。えー、あ、ごめんなさいね。指外して、えー、3と書かせますね。で、これで書けました。次何をするのまたアルゴリズムを見ます。と、5引く3は2。これは大体できますよね。はい、引きました。次は何をするの下ろすんだよね。 えー、この時は隣の位置これを下の方へ下ろしていきます。これで一連のアルゴリズムは完成なんですよね。えー、ところがですね、ここでね、こう筆算がなかなかできない子っていうのはもう何してかわからないんですよね。割られる数の位置がずれるんですよね。51から今度21に移るわけですね。私はよく鉛筆を丸く囲んで、はい、今度は残りの21これを またね、えー、この中にね3が何回あるのか見ていくよ。3の段の区区唱えてみてというふうにやっていくと、これは7と見つけますね。えー、ですから、はい、1の隣に7を立てますと。はい、立てたらどうするのかけるの。何と何をかけるの ?3、7、21と。はい、かけました。かけたらどうするのそう、引くんだよね。21引く、21は0。 こういういいにやっていくわけですよね。これぐらい具体的に指をささないとできないお子さん何人も見てきましたこんなね状態で本当に出産ができるようになるのかというふうに思われるんですけどもこれができるようになるわけなんです今のように手順をしっかり示しながら具体的に助言を与えていくとだんだんこの私の助言を必要としなくなります 次は何をするのって言ったら、もうアルゴリズムの、ね、表を見なくても、ね、書けるというようになります。はい、どれとどれ書けるのとこ例えば3二2 1これももう言わなくてもできるようになってきますね。えー、一つ一つ成功しながらできていくと、だんだんこう分かっていくんですよね。えー、まあここに成功体験って書いてあるんですけども、その上で非常に重要なのはできているということなんですよね。こ失敗させちゃうと、すぐに気持ちがしぼんじゃうんですよね。うん そうすると脳の自動化を促進と、まあ、手順を覚えることなんですけども、これ私はあえて、ね、脳の自動化、つまりもう意識しなくてもできるようになっていくんですよね。この意識しなくてもできる部分が増えれば増えるほど、えー、難しいところを考える力がを残すことができるんですよね。えー、そして、解けたら自信になります。で、自信がつくと意欲が湧きます。こうやって、えー、ね、 まあ例えば 51÷3 のようなも問題を4問5問とやっていくとだんだんできるようになってきて次は先生何も言わないで僕やるようになる僕,僕がやると大体こう言いますねじゃあ次の日どうかというとまあ次の日忘れてる子もいますでもちょっとヒントを与えるだけでできるようになるわけですねこうやってね2桁割る1桁からスタートして3桁割る1桁2桁割る2桁と このよように進んんででいくわけなんですよね。基本的な解き方は一緒なんですけどもその都度ね難易度がこう手順が複雑になりますから難易度が増していくわけなんです。もちろんね2桁で割る場合はね全てのお子さんが自力にできるというわけではないですよね。これはねやっぱりお子さんの持っている能力はあるわけなんですけどもでも教師がサポートすればこんな風な形で自信を深めて。 そして大事なのは、この意欲を残していくことですよね。頑張ればできるんだって意欲を積み重ねていくと。とりわけ算数っていうのは、分かった分からない、できたできなかったがはっきりするんですよね。こういう意欲をどう育てていくのかと。私は小さな成功体験を積み重ねると。 もうここに尽きると思いますね、まあ、子ども中心主義であれ、教師,指導指導、ね、教師の指導が中心主義であれ、いずれにしても、ね、この成功体験が積み重なっていかないと、算数に取り組もうとする子どもを、ね、増やしていくことはできないというふうに私は考えています。 はい、以上、教科書を活用した算数指導計算編の内容の一部をお話しさせていただきました。えー、参加費は1000円、期日は9月17日日曜日午後8時から午後10時です、えー。今回はですね、できるだけ多くの方に参加していただきたいということで、2つの特典を準備しました。 一、はいえー、つ目はパワーポイントで作った100玉ソロ版です、えー、100玉ソロ版、実物がないという方はこれを使ってみてください、えー、クリックするだけで卵動きます12345 6, 7, 8, 9, 10とこんな感じですよねこれ0.1でやってみましょうか0.10.20.30.40.50.60.70.80.91この0.9から1に変わるっていうところをこのそろばんでやると効果あるんですよね1.11.21.31.41.51.61.71.81.92と、えー、それからですね大きい数でもできるんですよね 1000万、2000万、3000万、4000万、5000万、6000万、7000万、8000万、9000万、1億。ここから1億に変わるということができますよね。えー、またこんなのもできますね。1000億、2000億、3000億、4000億、5000億、6000億、7000億、8000億、9000億、いっちゃうと。こういうふうにね、反、まあ、具体物とね、数章を一致させながら、まあ、量感をある程度理解させると。 こういう使いい使方ができますこのパワーポイントのファイルをお付けしますのでどんなふうに改造していただいても結構ですね教室でぜひ使っていただきたいと思います。 はい、次にですね、算数指導に役立つ補助計算資料ということで、これは今まで私がネット上でね、動画で公開してきた補助計算の役に立つもの、こういったような文章を含めたファイルにまとめました。これもね、本当にね、多くの先生方に知っていただきたいということで、今回、これもプレゼントとして準備させていただきました。ぜひね、こういったものも使っていただきたいというふうに思っております。 はい。ご視聴ありがとうございました。説明欄に教材にすぐにアクセスできるホームページの紹介、そして月に1回行っていますセミナーの案内を掲載していますので、そちらの方もご覧ください。この動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリックをお願いしたいと思います。